セティホーム、セティホーム、セティアットホームはインターネット接続されたコンピュータ群を使うボランティアコンピューティングプロジェクトでアメリカ合衆国のカリフォルニア大学バークレー校が運営している。セティはサーチフォーエクストラテレストリアルインテリジェンス地球外知的生命体探査の略でセティホームはセティの一部である。セティホームは1999年5月17日に 一般公開された。セティホームの本来の目的は次の2点だった。後者の目的は一般に完全に成功したとみなされている。セティホームの開発から発展した現在のボインク環境では様々な分野の計算量の多いプロジェクトにサポートを提供している。前者の目的は今のところ達成されていない。セティホームによってエジ、 地球外知的生命体信号の証拠が見つかったという例はない。セティホームではアレシボ天文台の観測データを使い、その中に地球外知的生命体からの無線信号の証拠と見られるものがないか探索する。データは他の科学的プログラムに従って電波望遠鏡を使用している時に便乗する形で採取されている。データはデジタイズされて記録され、 セティホームの施設に郵送される。そこでデータを時間と周波数で分割して小さな塊にし、それらを世界中のコンピュータに分配し、ノイズとは見なせない情報を含む可能性のある信号を探す。セティホームの要点はデータを小さく切り分け、それらを数百万台のパーソナルコンピュータで分析させ、分析結果を返してもらうという点にある。そうすることで、 通常なら最新のスーパーコンピュータを必要とするような分析をインターネット上のコミュニティの援助によって達成できるようにした。ソフトウェアは次のような4種類の信号をノイズから識別する。H 信号は生還物質によっても影響されうるし、地球との相対運動にも影響されうるため、様々なバリエーションが考えられる。そのため、 信号の可能性があるデータは、様々な方法で処理され、ノイズでないかどうか確認する。例えば、惑星は、恒星の周囲を交点していることが多く、地球から見て、相対的に加速度運動をしていることが多い。そのため、信号があったとしても、周波数が時とともに変化する。そのようなことも考慮した分析が、セティホームのソフトウェアで実施される。これは、 信号強度計を見ながら、ラジオを放送局の周波数に合わせるのに似ている。技術的には離散フーリエへ変換を中心としたデジタル信号処理を多用している。このプロジェクトで H 信号を実際に検出したことはないが、いくつかの候補とされる信号、信号強度の突出について説明がつかないものは識別しており、さらなる分析が行われている。 これまでで最も重大とされた候補信号は2004年9月1日のもので電波源 SHGB02 プラス 14A と名付けられた。天文学者は2004年ドレークの方程式に基づくと2020年から2025年までの間に決定的な証拠となる信号が見つかり異星人の存在が証明されると述べた。これはセティホームが その時期まで継続されることを前提とした発言で、これまでのセティフォームの実績から推定したものである。プロジェクトは地球外知的生命体の証拠を見つけるという目標を達成していないが、科学界にインターネット上の分散コンピューティングプロジェクトが分析ツールとして有効であることを示し、最新のスーパーコンピュータにも匹敵しうることを示した。しかし、 元々の想定よりも参加したコンピュータの台数は桁違いに大きく、本来は5万台から10万台とされていた。それが、プロジェクトの科学的成果に寄与している点はあまり、検証されていない。インターネットに接続可能なコンピュータを持っていれば、誰でも、電波望遠鏡の観測データをダウンロードして、分析する無料のプログラムを実行させることで、セティホームに参加できる。 観測データは、プエルトリコにある、アレシボ天文台で 36GB の磁気テープに記録される。テープ1本が15.5時間分のデータを格納しており、それがカリフォルニア大学バークレー校に有される。アレシボには交代域幅のインターネット接続がないため、バークレーにまず郵送している。バークレーでは、それを107秒ごとの時間領域で分割し、 さらに周波数領域で分割したワークユニットにする。ここのワークユニットは約0.35メガバイトのサイズで時間的には前後のデータと若干重なりがあるが周波数領域では重なりはない。このワークユニットをセティホームのサーバーからインターネットを経由して世界中のコンピュータに送り分析させる。かつて考えられなかったほどの計算能力を使えるため 従来の10分の1の強さの信号も検出できるという。処理結果はセティホーム用のバークレーのコンピュータ上でデータベースに入れられる。そこで渾身を排除した後、様々なパターン検出アルゴリズムを適用し、最も興味深い信号を探す。セティホームのクライアントソフトウェアは、スクリーンセーバーとして動作する携帯と、ユーザーが普通にコンピュータを使っている間も、 動作し続けるる。があり、本来ななら使われない CPU 時間を利用する1999年5月17日から2005年12月15日まで使われていた初期のソフトウェアを今ではセティホームクラシックと呼ぶこのソフトウェアはセティホームプロジェクト専用だったこれにとって変わったのがバークレイオープンインフラ4ネットワークコンピューティングで セティホームと同時に他の分散コンピューティングプロジェクトにも貢献できるようになっている。セティホームクラシックからボインクに切り替えられたことで古い MacOS を搭載したマッキントッシュがプロジェクトに参加できなくなった。2006年5月3日新バージョンセティホームエンハンスドのワークユニット配布が始まった。これは プロジェクト開始当初からの PC の性能向上を踏まえ、従来より高度な計算を行い検出感度を2倍にしたものである。今では最適化が進み、同じワークユニットを旧バージョンより高速に処理できる場合もある。処理結果は、次回そのコンピュータがインターネットに接続された際に自動的に転送される。必要に応じてインターネットへの接続を指示することもできる。 全世界で520万人以上が参加しており、これまでで最大の参加者数の分散コンピューティングプロジェクトである。元々の予測参加者数は5万から10万だった。1999年5月17日に開始して、以来、プロジェクトは、総計200万年分の CPU 時間を使用してきた。2001年9月26日、 それまでの不動小数点演算回数の総計が10回を超えた。これは史上最大の計算としてギネス記録に認定された。2009年11月14日の時点で234カ国で278,832台のコンピュータが実際に稼働しており、登録は240万台。その計算能力を合計すると769テラフロップスになっていた。 ちなみに2009年9月26日時点のクレイ、ジャガーの性能は2331テラフロップスだった。南半球の分析を行うため、オーストラリアのパークステン問題の観測データを使うという計画があった。しかし2009年3月9日、現在、プロジェクトのホームページには、その計画への言及はない。マルチ、ビームデータレコーダー。 ニアタイムパーシステンシーチェッカー、コヒーレント分散除去法を使って、パルス信号を探索するアプリケーションを使うという計画もある。アストラプルスと本来のセティホームを組み合わせれば、高速回転するパルサー、爆発する原子ブラックホール、その他道の天体物理学的現象を検出できる可能性がある。アストラプルスの最終一般リリース版のベータテストは2008年7月に完了し、 その直後から高性能なマシンへのアストラプルス向けワークユニットの配布が開始されている。セティホームのユーザーはプロジェクト開始直後からどれだけワークユニットを処理したかを互いに競うようになった。個人ユーザーが複数人でチームを組んで競い合う状況が生まれている。この傾向はボインクに移行してからさらに顕著になっている。競争の過程で システムを騙して処理していないものを処理したと主張するということも行われている。これを防ぐためセッティ、ホームシステムはワークユニットを複数のコンピュータに送り、現在は台、その結果が所定の台数、現在は2台で合致したら実際に処理したと判定する。計算中にエラーが生じたりシステムを騙そうとしたりすると結果が合致しないため、 同じワークユニットをさらに別のコンピュータに送る。セティホームを仕事場のコンピュータにインストールしたユーザーもいる。これをスタートレックの防具にちなんでボージングと呼ぶ。ワークユニット数を稼ぐためセティホームを業務上重要な会社の設備で実行し、解雇されたユーザーが少なくとも二人いる。ニュースグループには1999年9月14日から Anyone find for Setis c セ l ー i n s e v と題したスレッドがある。中には、Seti ホームのために設備を集め、自宅に Seti ファームを作ったユーザーもいる。長期にわたるプロジェクトの常として、Seti ホームにも打ち切りを招くかもしれない要因が、いくつかある。いかに、それらを供述する。現在、Seti ホームで処理しているデータは、 アレシボ天文台が観測した結果であり、同天問題は、米国天文学電理層センターが運営し、コーネル大学の管理下にある。予算削減で、同天問題は赤字に陥っている。アメリカ国立科学財団は、アレシボへの資金援助がなければ2011年に、同天問題を閉鎖することになるとしている。そうなれば、セティホームへのデータ供給も止まる。 このプロジェクトが始まった頃、コンピュータの能力を研究開発に寄付する手段は他にほとんどなかった。しかし、今では多数の分際コンピューティングプロジェクトがあり、一般ユーザーの CPU 時間を奪い合っている。オハイオ州政府のコンピュータにセティホームをインストールして使用したために解雇された例がある。また、セティホームが学校内のコンピュータにインストールされ、 その除去に100万ドルかかったということで、その学校の IT 責任者は責任を取って辞任している。この件は警察が捜査中である。2005年10月16日時点で、ボインクベースでない古いバージョンのセティホームの約3分の1が会社や学校のコンピュータにインストールされ稼働していた。その多くは一般ユーザーが勝手にソフトウェアをインストールできるとは、 考えられず、それぞれのネットワーク管理者がインストールしたという疑いが強い。アメリカのセティには、現在政府の資金が投入されておらず、常に資金が不足している。バークレーのスペースサイエンスラブは、少ない予算で予定より長期間プロジェクトを続行する方法を見つけたが、セティには他にも予算が必要なプロジェクトがいくつもあり。 他の宇宙科学関連プロジェクトとも予算を奪いい合っている。セティホームでは2007年12月16日、2008年もプロジェクトを継続するために47万6千ドルの寄付が必要だとして寄付を呼びかけた。いくつかの個人や企業がセティホームを非公式に改造して高速化を行い、そのために処理結果が一致しなくなる場合があった。 これを防ぐためそのような変更を検出しやすくする修正が施された。ただしこれは、ボインクが非公式なクライアントを許容しないという意味ではない。単に間違った結果を返してくるクライアントを許容しないという意味であって、それによってデータベースに不正データが混入するのを防いでいる。ボインクではデータをクロスチェックしているが、二つのクライアントが同じ間違ったデータを返す。 可能性もあるため、一度不正なデータを返した、クライアントは信頼できないクライアントとして登録される。よく見られる非公式クライアントとして、素を使って処理を高速化するものがある。プロセッサがサポートしていない機能を使うよう選択すると、結果が不正になる可能性が高くなる。自分の使用しているプロセッサが、どういう機能をサポートしているかを教えてくれるツールは、容易に入手可能である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。